はい、こんにちは、岩木健一です。今日はですね、練習しないで上手くなる方法を3つ3選ということでお伝えしていきたいなというふうに思います。で、今日聞いてほしいなと思うのは、やっぱり上手くなるにしてもできるだけ楽して上手くなりたいなっていう人だったりとか、こう練習してるのに全然上手くならないと困ってる人、こう努力してるのに伸び悩んでる人、それから、まあ、そういったお子さんをお持ちの保護者さん、子供が頑張ってるのになかなか伸びないなっていう風に、こうどんな風に声かけてあげたらいいのかなっていうことで、それをなんとか解決してあげたいなっていう保護者さんだったりとか、指導者の皆さん、そういった人向けに話をしていければなという風に思います。じゃあ、その練習しないで上手くなる方法3つということで話をしていくんですけれども、その内容は何かというと、1つ目休む、2つ目考えをまとめる、3つ目教える、この3点で話をしていきたいと思います。で、意外だったかなと思うんですけれども、1つずつ順を追って説明していきたいなというふうに思います。理由の1つ目、休むということなんですけれども、そもそも人間の脳みそっていうのは休んでいる時、まあもっと言うと寝ている時に頭の中の情報っていうのを整理整頓して引き出しの中に入れていくというような作業をしているわけですね。で、例えば勉強で、まあ、失敗する例として、前の日に一夜漬けでテスト前に勉強とかすると思うんですけど、そしたら当日眠たくて、あ、これ何だったっけなーって言って思い出せなくて、結局テストあんまりいい点数取れないみたいなこともあると思うんですよね。これってやっぱり勉強もスポーツも全部一緒で、ちょっと脱線するんですけど、やっぱ試合で思うように体が動かないことっていうのが、まあ、スポーツでもよく起こると思うんですよね。それって何かっていうと、こんな時にはこんなプレーをする、点数取られた後はこんなセットプレーがあるというようなことがチームで決められてると思うんですけれども、そういったものがやっぱ自分の中でこう整理されてなかったりとか、まあ、緊張だったりとか、こう試合会場が違うとか、相手がいつもと違うとか、いろんなね、イレギュラーなことが起きて、こういろんなことを考えすぎて、それが失敗のもとになったりするわけですよね。で、例えば、ここで点数取って、そしたらベンチでガッツポーズしようとか、先生に向かってとか親に向かってとか、まあ、もしかしたら彼女が見に来てたら彼女に向かってガッツポーズしようとかって言って、いつもと練習試合では考えないようなことをこう考えたりすると、こう脳みその回路が一個余計に回っていかないといけなくて、うまくこうプレーが噛み合わなかったりとか、今勝ってる時にここです、残り3分か、あと2点差、これだったら守ったら勝てるかなとか、練習試合で守ったら勝てるかなとか思ったことほとんどないと思うんですよね。どれだけ点数取れるか、あと1点ぐらい俺決めたりたいなって思って練習試合すると思うんですけど、それがいざ本番の公式のゲームになると、あ、ちょっと自分もだいぶ疲れてきたから、あと2分だったら、あと3分か、あと3分で2点差だったら1点取られてもまだ大丈夫か、守ったら勝てるかなとかっていう、ちょっとネガティブなというか、保守的な守り的な考えが出てしまう、やっぱそういったこともあると思うんですよね。で、これ何かっていうと、いつも考えていることと違うことっていうのは、脳みそでいうとかなり負担がかかるような状況なので、プレーがうまくいかないこう一因になるんじゃないかなというふうに思いますね。で、逆に言ったら、練習中から試合を想定して点数取った後は仲間にガッツポーズするとか、なんかね、練習試合するにしても本当に1点差でもいいから勝つっていうことを本当にテーマにしてやっていく、そういったことをしていくと残り3分で2点差、それだったら、まあ言ったら1点取られても1点差で勝てるわけじゃないですか。そういったことをもうチーム全体でとにかく勝ちにこだわる試合だったりとか、リーグ戦とかだったら少しでも点数差を取っておくことで、得失点差で勝つというようなこともあると思うので、とにかく点数を多く取る練習試合、そういったこともこう想定していくとすごくいいんじゃないかなというふうに思いますね。話を戻すと、こう休むことっていうのは、この脳内のこう情報の整理整頓をする機会を作るっていうことですよね。まあ、机の上散らかってて勉強してもやっぱりうまくいかないと思うんですよね。あれは消しゴムどこやったっけとかって言って、消しゴム探すのに30分かかったら結局勉強なんか進むわけないですよね。で、脳みその中のこの整理整頓する時間っていうのを作るっていうのは休むことになります。はい、2つ目になるんですけれども、考えをまとめるっていうところで、教えてもらったこととか、こう自分がやりたいプレーっていうのは、こう自分のどこに入っていると思いますか？ちょっとなんか説明が微妙かなと思うんですけど、例えば体で覚える、教えてもらったことは体に入っていきますという体で覚えるタイプの人っていうのは、実はスランプに陥りやすくて、これなんでかっていうと、やっぱ体で覚えてるっていうのは、まあ、つまり感覚で覚えてるんですよね。この感覚がいつもずれたりとか、それこそ緊張でずれたりとかすると、もう本当に修正できなくなるんですよね。で、こういう体で覚えるタイプの人っていうのは、こう考えをまとめるっていうところで、体で覚えるプラス頭でしっかりと整理整頓することで、すごく良くなっていくと思うんですよね。で、例えばどんなことしてほしいかっていうと、水球ノートをつけるとか、だいたいね、体で覚えるタイプの人は自主練とかは結構するんだけど、水球ノートとかつけないタイプが多いですね。これ今まで、選手を見てきて思うことなんですけれども、ホワイトボードで説明してみてっていうことで説明させると、説明できないとか、ただプレーはできるんですよ。なぜかというと体で覚えているから。
運動能力とか運動期間、筋肉で覚えてるって言った方がいいかもしれないですね。その体で覚えてる、筋肉で覚えてるけれども、それをしっかりと理解して説明するとか、それを言葉にしてノートに文字として起こせるかどうかっていうと、またそれは違う能力っていうことになりますね。なので、体で覚えるっていうことは、こう反復練習によってこう運動の情報っていうのを脳に送ること、ちょっと難しい言い方ですけど、まあ、筋肉で覚えたことを頭の中に溜めておくようなことですね。で、逆に頭で考えるタイプっていうのは、こう自分の中でこういうプレーをしたらこうなるんじゃないか、 A だったら B じゃないかみたいな、こうだったらこうなるんじゃないかなみたいな仮説と検証っていうのをこう繰り返していくことで、このプレーの順序を考えておくとか、プレーの順序を覚えるみたいなことが得意なタイプなので、頭で考えるタイプっていうのは、それこそさっきノートで、文字で書いてみなさいとか、ホワイトボードで説明しなさいとかっていうとできるんだけれども、逆にちょっとプレーの時にやっぱ考えるタイプだから、行動がプレーが遅くなったりして、うまくいかない、そういったタイプの人もやっぱいますね。で、そういったタイプ別で、考えをまとめる方法ということで、おすすめ方法を説明していきたいと思いますね。体でやっぱ覚える人っていうのは、自分の感覚っていうものをコーチとかチームメイトと、俺こんな風にしたらうまくいくと思うんだよなみたいなことをやっぱ話し合いながらプレーを固めていくことっていうのが大事だと思います。このやっぱ話しながらっていうところで、感覚を言葉にして伝えるとかっていうことがすごく大事になってきて、そうすると感覚でしか分からなかったものっていうものがこう仲間にも伝えることができるし、仲間から言われたことが新しい感覚になったりしてうまくいく、そういったことがやっぱ多くあるんじゃないかなと思いますね。で、2つ目が頭で考えるタイプで、これ分かってるんだけどうまくいかないなと、そういうような人がやっぱ頭で考えるタイプですね。なので、さっきもちょっと言ったんですけど、あ、今だと、今チャンスだって思ったけど、あっと思った時にはもうチャンスがなくなってる、チャンスを逃しちゃった、そういったタイプの人がやっぱ頭で考えるタイプなんじゃないかなと思います。だからやっぱ思考、頭で考えて、ロジック、こう論理というかね、こうなったらこうなるんじゃないかみたいな仮説と検証っていうのができるプレイヤーなので、すごく頭はいいんですけど、やっぱりとっさに動けなくてチャンスを潰している、逃がしているケースっていうのがやっぱりたくさんあるんじゃないかなと思います。そういった人に、おすすめする考えをまとめることなんですけれども、それは逆に反復練習になりますね。だからこう、あっと思った時にすぐプレーできるようにするためには、やっぱ反復練習すること、そしてやっぱ失敗を恐れずにプレーすることっていうのが大事になるかなというふうに思います。思考力がやっぱ強いタイプの選手っていうのは、何も考えずにやっぱ失敗を恐れずにプレーするとどうなるか、いや失敗するやろって感じだと思うんですよね、今これ聞いた人。それ聞いた人は多分ね、思考力が強いタイプの人だと思うんですけど、こう仮説と検証っていうのは、検証実験をしてみて初めて分かるものっていうのがたくさんあって、こうやっぱ考える力が強い人っていうのは、感覚的にプレイしてる人のこう感覚、思いっていうものを結構理解できなかったりすることが多かったりして、だからやっぱり失敗を恐れず何も考えずにプレイするっていうのは良くないことだ、考えた方がいいことだって思ってると思うんですよね、思考力が強いタイプの人っていうのは。で、そういった仮説を立てるけれども、結局実際にじゃあ自分が感覚タイプみたいな感じで、何も考えずに失敗を恐れずにどんどん挑戦するっていうことを実はしてみたことがないっていう選手が多かったりして、なので、こうに違いないっていうようなね、決めつけっていうのがやっぱ思考タイプの選手には多いかなと思うので、失敗を恐れずプレイしてみる、あっと思った時にもう抜かれてもいいじゃないですか、その後にね、失敗してもいいと思うんで、思い切ってやってみる、そうすると何かをつかめて、次から考えたらいいじゃないですか、このここで飛び込んでいくと、ドライブ前に突っ込んでいくチャンスと、それからこれを失敗することで、失点につながるリスクと、こう仮説と検証じゃないですけれども考えることができるプレイヤーだと思うので、そういったね、思考力が強いタイプの選手っていうのは、こうあえて失敗を恐れず思い切ってプレーしてみる、そういった、仮説と検証、ね、実験っていうものをしてみてほしいなというふうに思います。はい、結構熱く語りましたけれども、最後これですね、教える、僕は教師してて、知った、本当に上手くなるための最強の時短テクニックになるかなと思ってます。で、教えるっていうことを分析すると、こう4つに分かれるんですよね。で、何かというと、観察、分析、それから情報整理、そして言語化、この4つになります。で、教えるっていうのをもう改めてもう一度説明していくと、例えば教える選手がいて、まあ、A 君だとするじゃないですか。その教える A 君のプレーをまず見てみる、ここまではできてる、でもあと残り100点のうち70点まではできてるけど30点分できてないなっていうのを分析して観察してするわけじゃないですか。それを自分なりに、じゃああとこの 30% 出足の足の形が悪いなとかって思ったら、じゃあこの出足の足の形を直すためにどんな風に教えればいいかなっていうのを、自分の頭の中で教える側の人っていうのは情報を整理整頓していくわけですよね。
そしてその観察して分析して自分なりにこうやって教えようって整理整頓したものをこう言語化、言葉にしていかないと、まあ、見せるっていう方法もあると思うんですけど、やっぱ言葉にできることでより相手に伝わっていくと思うし、プレイで見せる、出足はこういう足の形なんだよプラス言葉で、その時に注意点としては、例えば前の膝をおへそに、ね、近づくぐらいすごく足を広げるんだよとかって言うと、こう見るプラス言葉でこう聞く方、教えてもらう方っていうのはすごくイメージがしやすいと思うんですよね。でこれがすごく大事で、観察、分析、整理整頓、言語化、これができるようになると何がいいかというと、こう試合中にも活用できるんですよね。でこれ試合中、相手チームのプレイヤーっていうものに変換すると、で戦う相手、今戦ってる相手のプレーを、相手はこんなことしてくる、こんなこと考えてるっていうのを観察して分析するわけですよね。そうすると、じゃあ自分の中で分析した結果っていうのを脳内で、じゃあ相手は結構シュートを遠いところからミドルレンジ、ロングレンジから打ってくる、じゃあどんな風にすればいいかなっていうのを自分の中で整理整頓して分析することで、で仲間に伝えることができると思うんですよね。相手はミドルシュート、ロングシュートを狙ってきてるから、こうそれを防ぐために、例えば下がりディフェンスをしようとか、逆かな、下がりディフェンスしちゃったらミドル打ちやすくなっちゃうかな、逆にプレスディフェンスをしようとかね、ミドルシュートを狙ってくるから、1投目から相手がゴールキーパーから出してくる1投目から狙って、そもそもボールを出さないようにしようとか、そういったことを仲間とこう共通理解を取ることができると思うんですよね。ここの、観察、分析、整理整頓、そして言語化、これができるとやっぱ教えれるようにもなるし、教えれるようになると相手チームのプレーっていうのが読めるようになってくると思います。そしたらやっぱ勝てるようになりますよね。なので、結論としては、上手くなりたかったら仲間に教えろっていうのが、実は大切なメッセージとして、持ってて、でも教えるためには、最初に言った一つ目のやっぱ休むっていうことで、こう脳内をリフレッシュさせておいたりして、こう脳が考えることができる、情報を整理することができる状態っていうのを作っておく必要があると思います。例えば寝てないとか、結構ずっと練習で教えてもらうことがあって、自分の情報整理が足りてないのにこう教えようとするとやっぱうまくいかなかったりしますね。このインプットとアウトプット、外にね、出す、教えるっていうものと教えてもらうっていうもののバランスっていうのがやっぱ大事になってくるので、休んで脳内をリフレッシュさせておく。そして2つ目が、考えをまとめる力。まずそもそも自分の頭が整理整頓されてて、新しく入ってきた情報っていうのを整理整頓して言葉で伝えるっていうことができるようにならないと、教えるってことは絶対できないんで、この2つ目のまとめる力っていうのをやっぱりつけておく必要があるかなというふうに思いますね。でこの最初の休む、そして考えをまとめる、この2つができて初めて教えることができるので、本当に上手くなりたかったら仲間に教えていく。で教えるためにはやっぱりしっかりと脳を休ませること、そして考えをまとめる力っていうのをつけておくこと、この2つが大事かなというふうに思います、で、僕も教師になっていろんなものを教える立場になって初めて気づいたんですけど、やっぱ自分がうまく教えられないことっていうのは、自分の中でしっかりと理解ができてないこと、理解が浅いことっていう時がやっぱりすごく多くて、でもこれって自分では分かってるつもりなんですよね。なので、こう教えるまで気がつかないことっていうのはすごく多いなと思うので、やっぱ教えることで自分の理解が実は浅かったっていうことに気づけるタイミングにもなるかなというふうに思います。で、この話を聞いて、なんか結局休んで上手くなる方法なんかないじゃんっていうことを思うかもしれないんですけど、僕として思うのは、スポーツっていうのは筋肉を使って、肉体を使って、運動していくわけですよね。そしてそこに、いいプレーをしていくために考える、体、肉体、そして思考、そしてそこに、まあ、緊張とかの精神的な精神力というか、メンタルというか、そういったものが3つが掛け算になって初めて、いいパフォーマンスっていうのができると思ってるので、この肉体、思考、精神、この3つで構成されているスポーツのうち、まあ、今回はね、肉体と精神っていうのは休める、休めながらも思考力を鍛えて上手くなる方法、上手くなるための素材作りというか、上手くなるためのベース作り、思考力作りっていうところで話をしていきました。最後に今日話したことを振り返ると、3つ話をしました。1つ目が休む、2つ目が考えをまとめる、3つ目は教える。僕の中で一番してほしいのは教えることですね。教えるためには休む、そして考えをまとめる力っていうのをつける必要がありますので、今日はこの3つをお話をしました。やっぱり上手くなりたい、そんな人に向けて話をしていきました。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。